皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、ほのかちゃんの347ステージ攻略いってみましょう。今ニュース番組でなんか流れてたニュースであれですね、なんか間違えてニラと別のものをニラだと間違えて食べちゃって、なんか食中毒みたいになったっていうニュースだったんですけど、皆さん何だと思いますか？多分なるほどくんも昔ゲーム実況問題出てきたですよね、その問題。さあ正解はですね、そう、水星です、水星。あら、特殊ジュエルが向こうに来ちゃった。困りましたね。わあ、爆発しちゃった。さあ、これとこれでこうして、よし、これでいけるでしょう。ドカーン。まあでも映像見たらほんと水仙とニラものすごくあれでしたね、似てましたね、やっぱり。お、星が作れた。どうしましょうか。結構特殊ジュエルできてるんですけど、おお、すごい。これ消して、あー、そこにあるんですね。これで、あー、向こうに行きたいけど、ここで爆破させますか一旦。はい、よし、狙い通り。さあ、あと2つ。あ、すごい左壊れますね。こうして、で、これで1個でしょ。あーと、ここ、これならもう、あ、待って、危なかった。これで消えるでしょ。よーし。さあ、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。他でもたくさん動画をお出ししておりますので、よかったら再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。コメント、高評価もお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。